え皆さん、こんにちは。えー、本日は演劇博物館の YouTube チャンネルをご視聴くださいまして、ありがとうございます。えー、私は演劇博物館館長の岡室美奈子です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、さて、演劇博物館では、えー、6月3日から8月6日まで、えー、別役ミドルの作り方、幻の処女劇曲からそよそよ族へという特別展を開催させていただきました。えー、すでに終了してしまったんですけれども、まあ、本日は、 えー、その記念イベントといたしまして、えー、なんとあの平田織座さんにお越しいただきまして、えー、別役実さんの作,、えー、作品、えー、あるいはまあ今回、えー、この展示で初お披露目となりました幻の処女擬曲、ほくろソーセージなどについて、えー、たっぷり語っていただきたいと思います。で私と一緒に聞き手を務めてくれるのは、えー、近畿大学准教授の梅山いつきさんです、えー。梅山さんには えー、今回この別薬店のゲストキュレーターとして参加していただきました、えー。それでは平田織田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。えー、まずはあの平田さんにもこの別薬メノル店ご覧いただきましたので、はいはい、あの簡単にご感想いただけますでしょうか。うん。<laughs> まあ簡単にというのが難しい。じゃあたっぷりで大丈夫ですいやいや。たっぷりとという意味ではなくて、<laughs> やっぱり感慨深いというかあのねもうコロナで あのお別れの会もまだできない状態でおります後であとでも話題になると思いますがやっぱり劇作家協会でのお付き合いが一番長かったので、えー、2代目の会長でもあってその時私事務局長でもう本当にあの別役さんを支える立場でしたので、まあ、あの劇作家協会でもそのあの、まあ、通常だったらすぐにでもお別れの会を。 まああのご遺族の方とかと一緒に企画する立場なんですけどできてないのでまあ非常に悔しい思いがありますしまあそんな中で「個別薬ミのル展」をやっていただいたっていうのは本当にありがたかったなと思いました、まあ、そして後から出てくるとよく「ほくろソーセージ見つかったな」っていうのがもう率直なびっくりしましたね出てくるんだと思いましたね。はい はい、ありがとうございます。まあ、今ね、あの、よく出てきたという話があったんですけれども、あの、園劇博物館では、えー、別役さんのご生前と、えー、ご逝去後にですね、えー、たくさんの資料を え別屋付家からご寄贈いただきましたもう本当に段ボール箱にガサゴソと入った状態でいただいたんですけれども、うん、まあそれをあの梅山さんたちとこう丁寧にあの整理をしていたところなんとこの幻の書籍曲「ほくろソーセージや、えー」や傑作「像という作品がありますけれども像の元になった「赤い月の走行ですとかもう本当にあの第一級の超貴重な資料がザクザクと見つかったということで、えー、まあそれをお披露目しようっていうのが今回の展示の一つの意図でした。 えっと、梅山さんから何かその辺補足ありますかそうですねあの、平田さんが今おっしゃった通りで、本当に目を疑ったというか、<laughs> 本当に無造作に段ボールの奥の方に押し込められるようにして、あの他の走行類だとかともう入り混じるような形で,で入っていたので、まさかあの,あの噂のっていうような。<laughs> 驚きで、うん、岡村先生とちょうど箱を開けていた時だったんで本当にびっくりしましたよね。うん、あのほくろソーセージは「えー、と別役ミノルの世界」という本の中で鈴木正さんが、はいえー、少女義足なんだとおっしゃっていったんですけどうす、はい、もうそれはどこにあるか分からなかったんですよね。で織田さんは、えー、とほくろソーセージについて別役さんとお話しされたことがある。はい、そうなんです、はいまあ、ちょっとあの このあとね、別役さんとの出会いも話をさせていただきたいんですけど、まあそのえー、と何度かその後対談をさせていただいてて、その最初の対談がですね、あのー、池袋の、あのー、カルチャーセンターで、ねまあ、対談をしたんですけど、でその頃ろは、まあ、僕もまだ若かったですし、まあ、あの当然別役さんとの初対談ということすごい緊張して、ほぼ全著作を読んで臨んだんです、全戯曲を。それで で当然あのねあの別役稔特集もまあ読んでで「ほくろソーセージ」っていうのを、まあ、鈴木さんが語ってらっしゃったんででその対あので別役さんの全作品について僕が聞くっていう趣旨の対談だったんですよ。全、まあ、作品は語れないんだけど別役作品を巡るだ,だから当然最初にあのまず「ほくろソーセージは?」って言った途端に別役さん「あそれはいいよ」って言われて。 いきな,りいきなりその話はいいからって言われてあ本当に触れられたくないんだって思ってたんですで一方で、えっとまあ、僕は鈴木さんともねあの大変親しくさせていただいているのであの,あの話は直接も聞いているんですけど 鈴木さんは鈴木さんで、あの、これ言うと怒られるかもしれないですけど、なんていうか、あの、すごくお話の上手い方なので、これ鈴木さんの創作なんじゃないのって <laughs> ちょっと疑ってたところもあって、いやあ、あったことはあっただろうけど、そのストーリーをすごいちゃんと覚えてらっしゃるので、これちょっと鈴木さんが作ってることがあるんじゃないかなと思ったら、意外とほぼその通りでしたね。だから、あ、さすが鈴木さん、やっぱり、 というのとやっぱりその思い入れも強かったんだろうなっていうのとそれからそあれ読んだ方みんな思ったと思な何でこれやんなかったのって思ったと思う、うん、やれはいいじゃん」って言ってそこら辺のどう見たってそこら辺の若手のさっかり面白いじゃんと思うんですけどまあそこら辺が別役さんらしいところかなっていうふうに感じました。 なるほどありがとうございますあの確かにね鈴木正さんが書いていらっしゃるのと若干違うんだけれどもかなり正確です、ね、いやいやすごいですよ。いやうん、うん、あのちょっと僕疑ってたとこがあったんで鈴木さんに今度謝んなきゃいけないなと思うんですけど。<laughs> はい、であのまあ何から話せばいいかな。あの僕はよくねそのこ,のこのエピソードはね結構実はいろんなところで語ってきていてその別役さんにも隠している著作著作がある。 っていうのはあの劇、まあ、僕劇作家のまあ育成とかにもあたっているのでその時に戯曲っ,っていうのは非常に技術があの必要でちょっと小説とは違うんだとだから小説の場合にはあの諸属作でいきなり芥川賞候補とかたまにあるんだけれども戯曲はそうはいかないんですよね何度もあの、えー、お客さんの目にさらされたりとか演出のあ あるいはまあ一番大事なのは俳優の声を通じて劇作家とい,いろんなものを学んで成長していくので。 あの諸女作がいきなりあの代表作ってことはあのめったに起こらないんですよね。であの別役ミノルでさえ実は隠しているあの諸女作があるんだっていう話をよくねこれまでもしてきたんでまあ,あのそういう意味ではでも <laughs> やっぱりあのレベル高いなとその割にやっぱりレベルすごい高いなというふうに思いました。 そのレベル高いっていうのは、うん、あちょっとそのホクロソーセージについて、まず皆さんにご説明した方がいいでしょうかね。そうです,、ね、ですよね。ちょっとじゃあ、梅山さん、説明してくださいます。今回、ホクロソーセージというふうにタイトルが付された走行、えー、類というのがあの主に4つ見つかりまして、それを展示で紹介をしております。でその中でも、えー、1960年に 60年というか「えー、と喜劇一幕ほくろソーセージ」というふうにタイトルが付されたものを一応の完成校というふうに見なしましてそこに至るまで3段階あの書き換えがあったというふうに見なしてます。出発点は年 でその時点では3文形式をとっていたものを、えー、その鈴木正さんの勧めで、えー、戯曲の形に姿を変えてで最終的に喜劇一幕ホクロソーセージに落ち着いたという 細かい、ちょっとその何年、何月に書いたのかっていうところまでは記録が残っていないので、あの断定はできないんですけれども、だ、ま、い、あ、その1958年から60年ぐらいの間にえ集中して書き換えをしていたというふうにえ考えていますあの簡単にその私たちが一応の完成後と見なしているもののあらすじをちょっと皆さんに説明してくださいます。あ,はい、<laughs> あらすじ難しいけど <laughs> なかなかあのタイトルの通り不思議な話なんですけど舞台が古いアパートであのその住人の1人の肉屋の原八という登場人物がえ妻を殺害してでそれをソーセージにしたっていう噂がアパート内で持ち上がるんですねあのしかしその玄八という登場人物は一,一度も劇中登場しませんし実際そんな殺人事件があったかどうかっていうことの確証は一切 あの得られれないんですけれども住人たちはあのそういうふうに思い込んでいるとで。一方で、そのアパートの周りにその丸山町町内会という町とか町内会と呼ばれる姿は見せないけれども、あの声だとか石を投げてくるだとかということで、アパートの外側から住人たちをこう攻め立てる不気味な町っていう存在が出てきまして、でその町という存在は住人たちがその原発、 が、えー、殺人事件を起こしたというふうに疑っていることをあのせめてあの住人たちを迫害、一方的に迫害していくっていう、そういうちょっと不思議な構造になってるんですね。で、そのどん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 町の,の攻撃が激しくなっていって、で追い詰められたあの住人の一人が、その原発地の元からソーセージを買ってきて、でそれをそ切り刻んでほくろがあるんだって。 すすんですけど最後あのここにありますほくろがありますっていうふうに叫んで、まあ、終わるっていうそういう不思議な作品です僕はあのー、これ読んだ時に、まあ、さっきも言いましたこれがなぜ上演しなかったのかにすごく興味を持ってちょっとこれもう鈴木さんにね、あのー、今月でも戸郷に行ってお伺いしたいと思ってるんですけどね まあ別役さんが満足しなかったのかあるいはもう一つの仮説としてはこれでいいんだろうかって考えたんじゃないかとも思ったんですねやっぱりあまりに新しかったので表現としてもちろんベケットとかの先行例はあるんだけど日本語でこれをやるっていうことがこの形でいいのかなって別役さん思ったのかなとはちょっと感じたんですよね。やっっぱり参照例が全くないっていてうのは あのすごくやっぱり作家としては不安なので,でおそらく別にさんも,もっと何もなくてもいいんじゃないかって考えたのかなとも思ったんですその後の作品を考えるとですねであるいはあの逆にこれであのこ,んこんな荒唐無稽な話で上演ができるんだろうかって考えたのかどっちなのかな両方なのかなと、まあ、そこはちょっと鈴木さんにも お伺いしたいなとと思ったたたころでしたねでただやっぱりもうね皆さんおかじになったと思うんですけどその特に初期の別役作品の、まあ、あらゆる要素がもうここにすでに詰まっていて、まあ、非常に、まああの,後の歴史を知るものとしてもですね、まあ、非常にやっぱり興味深い作品だった それからもう何、うん、ていうか別約体というかですねあの言葉がまだもちろん荒っぽいところとかもあるんですけれども,、まあ、もう相当やっぱりあのなんていうかあ別役さんだなって思うところがねあのすごくありましたよね。 はいいありがとうございますあの、まあ、背景としてはねこのこまあ別役さんはまあ鈴木忠さんなんかと一緒にこういかに近代劇を超えていくかみたいなことを一生懸命考えてたわけですよね。それでまあその新しい表現方法を模索してたんだと思うんですけどその織田さんがご覧になってその新しさっていうのはどこにあるとのあの、ね、僕太田省吾さんからこれも直接伺った話なんですけどねやっぱり太田さんが あのまあ、別役さんのほん,ほんのちょっと年下なんですけどやっぱり別役さんが出てきた時に霧が開けたような思いがしたという表現をなさって「うん、ああこれでいいんだ」って思ったとおっしゃっていてまあおそらくそういう感覚だったんだと思うんです周りの人も。もう要するに知識としては、まあ、ベケットとかヨーロッパでどういう流れが出てきてるかっていうのは、まあ、最先端のものとしては知っていたんだけれども。 本当にそれが、まあ、日本語で、えー、できるんだっていうこと、えー、演劇として成立するんだっていうことが、まあ、別役実によって証明されたっていうことですよね。だから、あのー、そこがまあやっぱり一番新しかったんだと思うんです。要するに不条,不条理ということが、まあそのまあ、後にあのこれは別役さんよく、あのー やっぱりおっしゃってたんですけどあのいや日本語っていうのは普通に書けば不条理になるんだよっていうそ,のあのそれも別役実の発見だったんですよね非常にまあ,あの日本語でこれをやるっていうことに、まあ、大きな意義があったっていうことかなと思ってますけどね。 その日本語でで書くとと不条理になるってどういういことですかね要するに日本人はそんなに論理的にしゃべ,れしゃべらないよって話ですよね。であのもうその近所のおばさんの話とかあれ不条理だろうってよくおっしゃってて、でただそれをやっぱりすごくその知的に再構成するっていうところがまあ別役さんの、要するに逆の面もあるわけですよね。あの 人間の会は全部不条理じゃないかじゃあそれをそのまま移せば不条理劇になるかというとそうはいかないのでそこにまあ高度な技術というか別役さんはよく「型」とおっしゃってたんですけれども型を発見したわけですよねであの、まあ、これもちょっとね話が前後してしまいますけれどもあのこれは別役さんいろんなところでおっしゃってますけどあのそれからよくね自分のことを職業作家とかあの 来ててなさってますよねあれはもう相当早い段階からそういうふうにおっしゃっていてで実際にそれはなんか揶揄とか自虐ではなくて、えー、っと本当にやっぱり相当早い段階でプロになりたいと思ったと職業的に作家になりたいと思ったでそのためにはある程度量産しなくてはならないで量産するのには型が必要だったっていうふうにまあおっしゃってるわけですよねでその何て言うかな 日本語で書けば日本語をそのまま書けば不条理になるという発見としかしそのまま書いたからって,って激になるわけではないでそこにもう一つ日本的なその型のようなものを持ち込んだところが、まあ、別約稔の大きな発見だったんじゃないかっていうのが僕の,、まあ、あの別訳論なんですけどね。だから逆に言うとそのなんていうか 多くの若手の作家がそこでまあ失敗しちゃうとも言えるんですけどね、あの特にあの私たち以降の世代でいわ,いわゆる静かな演劇のアリューみたいなのは大体そうですよね、ただ書いてるだけみたいな。あの先ほどその,その後の別役さんのエッセンスのようなものが詰まっているっておっしゃったんですけど、例えばどんなところに現れてますかあもちろんそれは単純に犯罪とかそういうこともあります。それがグロテクさそれれググロロテクから デスクをあの追求するとだんだんユーモアになっていくみたいなところですかね。あとはやっぱ文体じゃないですかね。こんああのまあ、その読む方によっていろいろ違うかもしれない。私はあんまり変わってないなっていう感じがしましたけどね。うん。あの発表されている別役さんの劇曲その大きな違いとして。 固有名詞使われてるっていうのがあると思うんですけど、それはどのようにそうですね。だからそういうところが後のその型の発見になっていくんだと思うんです。あのー、これ私の経験から照らしてもああいうものってあのなんていうかな作家個人の型みたいなものは徐々に発見されていくので、あのー、まあ例えばガデン飲水で 恐縮ですけどあの同時多発の会話とか幕前にもちょっと芝居が始まってるいろんな要素が私の演出にもあると思うんですがあれちょっとずつ加わっていっているのであのおそらく、えっと、別役さんもある段階からあのこれはもうこう,こういう名詞は使わないようにしようとかそういうものをいくつか多分 処女作から、えー、徐々にですねあの考えていったんじゃないかなと思うんですけど、ただ、あのえー、と徐々にといっても結構短期間にそういうものは成立するので、まあ、ちょうどその1960年から62、3年というのがそういう時期におそらく当たってたんだろうと思いますけどね。なるほど、あの梅山さんからもどうぞ質問を。<laughs> 質問ですか。あはい でも先ほどあの平田さんがおっしゃった通りの印象を私も受けてまして、その58年から60年までの別役さんの日記とか創作ノートも合わせて、今回、読み込んだんですよね、そうするともう確実にある具体的なあのあの、まあ、写,実写実ではないですけど、具体性から抽象へ向かうっていうようなことが思考としては目指されていたのは絶対だというふうに思ってまして、あとはあの初期 最初の走行からあのやろうとしてたのは何かに対する強烈な憎悪とか憎しみっていうものを個人的なそれこそ固有名詞を持った者同士の関係性で示していくよりはよりもう少し、このまさに型として示すにはどうしたらいいんだろうかっていうことをこの2年余りかなり集中して模索されていたのではないかという,ふうにえあの思います。 そうですね。あのその印象は非常に強いですね。で、うん、まあ、不思議なのはまあ、その別役さんってすごくまあ、ダンディーです。ごくこう。温厚で。そのでもその書いてるものの中に今おっしゃれたような。何かこう憎しみのような。<laughs> あのものが常にあってハッとさせられるんですけれどもあれどこから来るのかまあそれはちょっと最後まで分からなかったですね、うん、あのそ,そこは本当に不思議な方でしたねまあでも先ほどのね梅馬さんも言っていた、えー、その愚象から抽象へっていうのは、うん、例えばそのの装甲である赤い月なんか見ててもそうなんですね。やっっぱり最初はこういうい名詞があって、うんうんうん でえー、となかなかそこからこう抜け出せなくてすごく同じような原稿がたくさんあるんですけどうん、うん、ある時何かその抽象化するっていうことをそ,うなんですそ,うそれはねそれもちょっと何でそうなったのかは聞いてみたいんですけど多分上演とか俳優の声を通じてなんじゃないかなと僕は思うんですけどねあの劇作家成功する劇作家ね必ずねそういう瞬間があるんです飛躍の瞬間が。 まあ、単純に言うと大人になるっていうことなんですけど学生劇団でみんな始まるんですけど他者の目を意識したりそれからあとね年上の俳優に読んでもらったりするいい俳優に読んでもらったりすることで格段に違ってくるという経験をみんなたいしてるんですよね。あのなので、まあ、それあのもうまさにそういうことが何か起こったんだと思うんですけどね。 なるほど面白いですねああのまあ、ねその織田さんがでもあのご覧になって面白いっていうことなのでえっとまあ、今度ねあの東京ガン天使さんが、うんえー、上演されこれあの配信される頃にももう終わってると思うんですけれどもあ,あの織田さんはいかがですかこれほくろ先生いやあのー、ちょっとね他のと合わせてまたあのマッチュルの人たちみたいにね、うん、法案をさせていただけるんならあのー。 してみたいなって感じはありますねあ、それはぜひ実現させていただきたいです <laughs>、はい